駅構内宇野町駅は、愛媛県西予市宇和町宇野町2丁目にある四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は U22。駅名標のコメントは、海明学校と文化の香る公園の駅。2004年の合併によって誕生した西予市の代表駅であり、全特急列車が停車する。かつてホーム有効庁が5両分しかなかったが、 現在は8両編成対応に延伸されている。これは、多脚機の特急、潮風増結を想定したものである。戦時中の特管工事のために、八幡浜駅以南が簡易線規格で建設され、33パーミルの急勾配がある。眺望は最高で、辰馬駅にかけて、みかん畑の間から、補欠湾が望める。かつて、キハ58系機動車による急行が、 時速 30km で途半したこの区間を2 0 0 0系起動車の特急は時速 95km で走行する。当駅は JR 四国の中でも高標高に位置する駅の一つであり、特に冬場は冷え込みが厳しい地域である。そこで1959年から当時の宇和町観光協会により列車を待つ人に 少しでも体を温めてもらいたいという願いから、12月から3月に、かけ駅待合室に、愛の火鉢が設置されている。ただし、火器を取り扱うため、火は、駅窓口の営業時間帯にしかつけていない。うどしに当たった2011年の1月には、当駅が所在する宇野町地区が2009年12月に、国の重要伝統的建造物群保存地区に、 選定されたことの PR も兼ねる形で、期間限定ながら、ギを駅長として迎え入れた。就任期間は2011年1月3日から16日までだった。このギは当駅と同じく、西予市内に所在する野村農業公園ホワイトファームにて飼育されたもので、翼と名付けられていた。単式ホームと島式ホーム2面3線の構造となっている。ホームは、 駅舎側から1番線、2番線の順である、ポス端末、自動券売機設置駅。かつては、直営駅で、緑の窓口があったが2019年10月15日に、営業を終了した。また、2006年秋頃までグループ会社のパン屋、ウィリー・ウィンキーが入居していたが閉店し、その後は、ビッグキオスクが入居していたが2016年8月26日に、閉店した。 通標閉塞時代に、この駅を通過する列車が存在したので、タブレット受受器が1、2番線にあった。現在は、ホーム有効長延伸のため、小さな番数の両開き分岐器が入っているので、通過列車を設定するのは困難になっている。改札口前の1番線が、下り本線宇和島方面、島式ホームの2番線が上り本線松山方面、3番線は上下対比線だが、 使用頻度は少ない。一時期設定されていた、八幡浜や宇和島から当駅折り返しの普通列車も、3番線を使用していた。4月29日のレンゲ祭りの臨時列車は3番線で折り返しを行っている。駅前風景駅は、西予市宇和町の中心部に位置し、西予市役所をはじめとした、公共施設、文化会館、商店街、金融機関店舗、 農協本所などが集積している。鉄道とほぼ並行して走る国道56号のさらに東に旧道があり、商店街を形成している。さらにその東に旧街道があり、歴史的街並みが残っている。全特急列車が停車するため、主に松山市向けの遠距離通勤者がよく利用している。それに対応するため、駅近傍には、 かなり広めの駐車場が確保されている。特急便、高速バス乗り場の宇野町は、宇和島自動車宇野町営業所のことである。駅からは少し離れているが、徒歩10分ほどで着く。1日平均の乗車人員は、以下の通りである。当駅に停車する特急、宇和会の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。1997年まで、JR 四国バス。 南予選専用の発着だった。ありがとうございます。